フトへの打球です。ショートもバックするその間には落ちませんでした。スライディングキャッチの藤井、ツーアウト。俊介とともに外野フライ、ツーアウトランナーありません。8回の裏です。第2打席で同点のツーランホームランを打ちました。まあ、この打席ね、はい、ちょっと結果欲しいですね、はい、明日以降に、ね、向けてね、うん、左方向レフト、藤井が追いつきました。レフトへの大きな飛球でしたが藤井が追いつきました。8回の裏、3人で攻撃が終わったタイガースです。左への打球でしたが藤井が追いついて、ここでしと言いますね、はい、そうですね、リリーフをこうやって使いましたよね。1番の藤井です。今日勝てばドラゴンズ戦は勝ち越しとなりますが、2008年以来5年ぶりの勝ち越しなんですね。前回勝ち越した2008年は17勝6敗1引き分けと圧倒しました。ただ2009年からはドラゴンズ戦なかなか勝ち越せませんでした。特にね、名古屋ドームで勝てなかったですね。なかなか勝てなかったですからね、はい。9回の表に返しましたドラゴンズです。まあ、2つ守備でいいプレーがね、はい、8回の裏ありましたが、はい、そういう流れから自らのバットで2つも打ちました藤井です。逆球になるとこういうふうになりますよね。ね、この藤井選手って僕はすごく能力の高い選手なので、はい、もっともっと疲れてもいいのになというふうに思うんですけども、まあ、肩もね、はい、足もありますし、そうですね、それこそ1、2番定着すればね、そうですね、大島の、はい、そうですね。